はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ワンルームマンションをたくさんお持ちみたいなお話なんですけど、はい、何軒お持ちなんでしょうか。今持っているのが6軒 で、来年できるのが1軒もう買ってしまったので、もう買われたんですか。トータル7軒。トータル7軒すごいですね。大金持ちですね。いや、フルローンです。はい、まあ、でもフルローン組めるってことは、まあ、それなりのご年収がないとできない、社会的信用がないとできないですが、ちなみにご年収おいくらぐらいで、どんなお仕事をなさってるんでしょうか。IT の技術者で、年収で2000万ぐらいです、はい、おちょっと収入のある情弱、はい、いやいや、とんでもないとんでもないです。さすがでございます。で、1件はメールをさせていただいた時点では全部持ってたんですけど、その後ちょっとお話があって、一件は売却をしたんです、はい、あ、そうなんですね、はい、それが手出しなしで一応売ることができました、はい、サブリースだったんですけど。なるほど。こちらにどういうものをお持ちかちょっと教えていただいても。ありがとうございます。はい、京成引き船、引き船ですね、上野エリア、横浜桜木町、関内、雪ヶ谷、中野、東海市場ですね、はい、で2020年からポツポツと、はい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 、年に1件2件っていう、はい、手差しなしで売れたのがこの京成引き船、はい、4180万円で買った物件が3990万で売れたと、はい、そうですね。キャピタルゲインはなしですけど下がってるって言われてはあるんですけど、はい、残債が減ったんで手差しが、そうですね、一応仲介手数料とかも発生したんです。それ込み込みで全部で、はい、プラマイゼロっていう形でやってくれると。なるほどなるほど、よかったですね。そうですね、いろいろ動画を派遣して、はいはい、どんどんダメかもと思って、へこんでたんですけど、まあ、あれですね、 2DK だからっていうのもあると思います。 あとでも今聞いてるのは、上野に関してはプラス300万ぐらいにはなってるようなことは聞いてます、売ってた時から。はい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 。とはいえいろんな業者さんがやってくるのって結構バンって高い値段で来ても最終的にそうならないっていう、そういうパターンもあります、はい、みたいで、ちょっと何を信じていいのやっていう感じだったんですけど、で今年末調整で帰ってくるお金を貯めといて、そこから出してる感じなんですけど、はい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 、でも減価償却だってね、その数年もすればなくなってくるっていうのを考えると、ちょっとどうしたらいいのか、はいはい、これ売ったのいつですか。つい最近で、まだ決済が終わってないです。決済終わってないですか、はい、その期数算するために減価償却もなさってますよね。はい、僕はおいくらなんですかこれ。え、僕は帳簿上の価格は、帳簿上の価格、はい、2020年に新築で買われてるんですよね、はい、ね、まあ、年間41万焼却してるってことですね多分。はい、はい、で付帯設備で53万、これ多分焼却を早めるために建物と付帯設備で分けてる系のやつ。ああ、なるほど。でそうすると、まあ、単純にこれ令和2年の12月で買ってるんで、41万2659プラス53万8600で95万1295を年間焼却してて、で令和3、4、5年と6の、半分ぐらいなので、まあ、かける 3.5 ぐらい約焼却してると思うんで、332万9000、まあ、333万ぐらいを焼却してますよという話になるんですね。そうすると4180マイナス333万なんで3847万がこの物件の価格ですよってことになり、で今回売れたのが3990ですね、はい、なんでマイナス、まあ大した額じゃないですよ、3990なので143万儲かりましたという設定に帳簿上はなるんですよ。仲介手数料込み込みでこの価格ということだったんで、これの価格そのままなりまして、はい、で今年が24年ですから、うん、短期譲渡になりますんで、うん、40% 税金かかりますから、うんうんうん、かける 0.4 なので57万円税金が多分かかるかなって感じです。なのでまあ税金入れるとトントンじゃなくちょい損みたいな感じですね。そうですね、毎月7000円がマイナスで、これ固定資産税込みでマイナス7000円ぐらいってことですね。そうです、はい、そうすると
57万2000円で7079円×42ヶ月ぐらいなんで29万7318円が手出しであり、うん、プラスのところの、57万2000円ですから、うん、まあ、トータルで、この4年間で86万9318円の損失みたいな感じです、はい。まあ、これはワンルームじゃないですけど分譲マンション投資で売ってトントンでしたって方が計算すると実は赤字だったのが大体やつがこれ、大体これですね。どれぐらい所得税減りました？所得税すごい減りました。半分ぐらいになったんですよ。買われてからずっと半分になってるんですか？いや、あの今年で初めて半分ですね。あの、はい、2件ずつぐらい増えてる物件が増えてるので、よくあるのが、その損益通算でやるときに、その買った時の最初の数年だけ減価償却をドバッと取って、その後なくなるってパターンがあるんですね、はい。なんで最初はすごい減価償却をすごい取るんで、あの所得税が損益通算に下がったりとか、例えば今回もその建物と付帯設備で分けるとか、仲介手数料とかも本来であれば取得に関わるものなので減価償却の対象になるんですけど、うん、まあ、それを何らかのちょっと限りなく黒に近いグレーな方法で一発計上にしたりとかいろいろやって、うん、あの所得税が減ったように錯覚するみたいなことをやることがたまにあるんですね。で、まあ、ここはそれではまだ良心的な方でちょっとペンでさせて申し訳ないんですが、まあ、15年ぐらいに取ってるんですけど、これを付帯設備を5年とかの償却にしちゃってるところとかは、償却効果が5年とかでなくなっちゃったりとかするパターンもあるってことですね、はい。でこの減価償却っていうのはですね、あの節税っぽく見えて全然節税じゃなくて、まあ、最終的にあの減価償却が出た分が所得になっちゃうんで、あとで取られちゃうんですよ。あ、そこですね。そうそう、だから言うほど儲からないみたいなのがあって、で、まあ、やり方とすると、そのすごくお金持ちの人、まさにお客様みたいな方だと、累進課税制度っていうのがあって、厳密には違うんですけどイメージで、あの満5年以上か以下かによって税金で変わるんですよ。満5年以上だと 20% で、満5年以下だと 40% なんです。でこれ満5年っていうのは6年って覚えておいていただければいいですね。要は6年目の正月を超えると満5年になるってことです、買ってから。でこの 20% っていうのが肝で、例えば世の中の人っていうのは累進課税制度っていうのがありまして、こうやって税金が増えていきますよと、で最大で 55% ぐらい税金で取られますよっていうところがあるじゃないですか。なので 20% より上振れた分ですね、ここを節税することが長く持ってるとできる可能性があるってことなんです。何の話をしてるかっていうと、まあ、ご存知の通りお金が累進で上がっていきますけど、あの例えば 55% の税金って言っても、例えば1億円かける 55% ではないですよね、厳密に言うと、はい、この間、はい、段階ずつに上がっていくんで、はい、なんでこの段階の一部の上振れてる部分が 20% より上だと、そこだけ節税効果があるってことで、思ったより範囲が狭いですよ。でこれをやるには、例えばどういうことが起こるかというと、3000万円の物件を買いましたと、でこれを償却しましたと、でそれで、そうですね、こちらだと例えば年間90万とか減ってますんで、まあ、5年間持ってたら450万円の節税効果がありましたというか、まあ、減価償却を450万しましたって話ですね。でこの時にこの450万円分の減価償却をしているので、これがなんだかんだ言ってもろもろ込みで、なんとなく 30% ぐらいの節税効果がありましたとしますよね、うんうん。でそうしたらこれを売った時に、同じ値段で売れたとしたら、これ450万に対して 20% が利益として税金かかるんですよ、うんうん。そうするとこの差額の 10% が節税効果ですよみたいなのが実際の数字なので、ものすごく何千万ってものを買ってる割には節税効果ってものすごいちっちゃいんですよ、実はちゃんと計算すると。でも皆さんも税金を憎んでるじゃないですか、なるべく払いたくないっていうので、もう 10% でも 20% もあったら買いたいぜみたいな人がいるんで、この節税としての不動産っていう商品が世の中にあって、それを生業としてる業者さんが多いのも事実
ったんですね。なので、まあ、ここの業者さんは割とそのスキムに近いのかなと思うんですけど、自分たちでマンションを建てて短期で買い戻しをして、うん、焼却をとりあえず取ってもらって節税したっぽく思わせて、うん、またその地区が新しい物件を、うん、まあ、昨日同じ値段前後でやって利材をどん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 稼ぐっていうビジネスモデルになる。要は売った時も買った時もまた買ってもらった時も全部自分たちの売り上げにできるっていう、会社としてはめちゃめちゃ儲かるビジネス、はい、でももしかするとそのちゃんと計算すると言うほど節税効果もないし儲かってないかもしれないっていうのがこのワンルームマンション投資の謎で、ここまでやっぱり何軒も買われる方っていうのはエリートでお金持ちの方なので、あの節税を目指される割にはあんまり数字に弱いですね。ちょっとストレートな言い方でもあるんですけど、いや弱い、もう情弱もいいとこで、はい、だからね、はい、あのまあ、お仕事特化型の方が多いんで、あ、おっしゃる、まあ、ドクターとかもそういう方が多いんですけど、忙しいからあんま見てないんですよ。そうなんですよね。でそういう方がやっぱご相談多くて、はい、よくよく計算すると先生あんまちょっと儲かってないと僕は思いますけどねって、まあ、せめてその4年で売るんじゃなくて、まあ、5、6年持ってたらもうちょっと節税効果があったかもしれないですけど、これがギャンブルで、今もバブルで高く売れたりとか同じ値段で売れたりとかするけど、これが崩れたら安くなっちゃって、もう安くなって損したら節税もヘッジもないですから、思ったより右がない割には結構危険なギャンブルをやってて、それに対して数千万円をベットしてるってことは意識として持たれた方がいいですよってお話を皆さんには知ってます。そうですね、いや本当におっしゃる通りです。はいはいはい。まあ、あのもっと若い頃にあの不動産やってる友達がいたんですけど、うん、あの私あの家とか不動産投資に興味がなかったんですよ、うん、見てるとその子ってもいつも物件の情報を見てるんですよ、うん、であの、まあ、仕事上もですけど、うん、であので間取りがこうであったこうってあのすごくねあの不動産が好きみたいなんですよね、うん、でああいう人はあのやってても多分楽しいんでしょうし、いろいろ分かるんだろうから、で数字にも強かったんで、うん、あのいいんでしょうけど、私そういうのではないので、うん、まあ、たまたまこう声をかけてもらって、うん、で節税っていうできますよっていうで、ちょっと年収が上がり始めちゃった時だったので、うんうん、ああじゃあって言ってあの、うん、買っちゃったっていう、でローンも通っちゃったっていう感じなんですよね、うんうん、今そのちょっと声をかけてもらったってのは、そもそもこの7軒買うきっかけになった、はい、声かけてくれた人って誰なんですか？不動産屋さんの新人の子がいたんですけど、はいはいはい、であのその不動産屋さんは何知り合いなんですか？たまたま取り組みで行ったんですか？通りすがりです。通りすがり。で、頑張って新人さんが外出て、もうお客さん呼んできなさいみたいな感じでやってたんだと思ったんですけど。キャッチセールス的なやつですか？はいはい。で、こういうのあるんでお話だけでもっていうから、はい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 、なんかかわいそうだなと思ってお話だけでもって言っちゃったんですよ。行ったんですよ、ね、その新人さん超太客を捕まえたわけですね。でもやめちゃいましたけど。あ、やめちゃったんですか？しかも、あらら残念、うん、はい、そう でもあのそれ以来 その方の上司だった人と今ずっとお付き合いがある感じなんですけど、うんうん、ですごいあの税金の説明をいろいろとしてくれて全く分かんなかったんで、うん、そう今はいろいろもう年末調整こう確定申告もしなきゃいけないし、いろいろ調べたりで、うん、若干分かってきましたけど、その累進課税の仕組みだって本当最近知ったんで、ぐらいなんでなんですけど、うん、でもまあ年末にごそっとまあ一応返ってくるのは金額としては見れるけど、ただまあ出してるのもあるんだよなと思いつつも、うん、まあ、一応入ってきてるのありますっていうところに、いい物件が今度建ちますっていう時に、うん、お話を持ってきてくれるので、うん、じゃあ買いますって言って、うん、年に、なるほど、それでどん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 買いましたわけですね、はい、まああれです、買える人にはとことん売るのが彼らの仕事なので、うん、まあビジネスとしては正しいのかもしれないんですけど、そうですね、これも大前提として僕の考えですよ、僕の考えですよ、不動産で節税っていうのは入ってくる、うん、収入に対して税金が減るのが節税であって、そもそも損してる挙句自分の主たる収入が節税になりますっていうのはもうただ損してるだけだと僕は思うんですよ。はい、だからそれはもう節税でも何でもなくて、まっとうな税理士に聞いていただいたら、これは節税ですかって言ったら節税ではございませんね、多分皆さん答えてくれると思うんですね。だから今確定申告もう税理士さんに頼まれてるかなと思うんですけど、自分でやってらっしゃいます？不動産屋さんがやってくれて、不動産屋が確定申告をするんですか？あ、これを書いてくれて、はいはいはい、あとはあそうですね、まあ、書き写すみたいな自分で、あもう不動産屋がその原価償却の資料まで作成するのってのは
多分ギリギリ政府が買うとぐらいのラインですよね。税理士の業務ですからね。書類作成に対してお金自体もらってないんで OK っていう多分立て付けだと思うんですけど、法律的には。まあそのギャンブルを続けるか続けないかをご判断いただいた方がいいかなと。10万も赤字だったのにどんどん買っていこうって思ったのは何なんですか。ぶっちゃけあんまり見てなかったっていうところがあるんですよね。最初の2件のマイナスは確かに大したことないんで低い死ぬほどじゃないので切羽が詰まってないお金持ちだからですお金持ちだからです、はい、いやでもこれでも定年来た後にもあのローンなの で、 そうです、ね、だからそこをちょっとうまいことやらないと辞めた次の年って死ぬほど税金来るよなと思って。まあどこまで行ってもこれはギャンブルですね、はい、まずこの15年目にして減価償却が、はいはい、なくな半分なくなるんで大体、はい、でそうするとその時点でおそらくその還付金がこんなになくなるならなくなるんですね、はい、でそうするとその時点でトントンになり、はい、でつまりそれは売った時のキャピタル税扱いですね、償却分のキャピタル税が全部マイナスとしてくるというところなんで、それ以上に上がってないと儲かない。じゃあその毎月の家賃がプラスになってればっていうともう家賃はマイナスだし、あの還付もトントンとかになってくるんで、あの値上がりする以外道がないということで、そうするとその辺からもう何のために持ってるか分からなくなるんですけど、その頃になるといよいよも地区が15年経過してるとよほどのことがない限り物件価格が下落してる可能性が高くて、いよいよもう完全にあの絶対持ち出しないと売れない時期になってくる。実際今も本当は持ち出ししてるんですけどというところですね。気づいてないぐらいの場合ですね。はいはいはい、これ買われてる物件が、全部で平均で3500万ぐらいですよね多分、はい、そうですね、はい、で3500万かける今現状持ってるのでも6件あるんで2億1000万そう下さってんですね。要は 2億のビジネスをやられてるんでもう立派な事業ですから、あの税理士をつけずに事業するってことは、あ確かにそうですね、あの保険に入らず車運転してるようなもんなんで、はい、相当危ないと僕は思います。そうですね、はい、でそもそも論で言うとこの不動産が出してこの償却の数字とかが正しいかどうかも分からなくて、あ、まあ、僕は税理士じゃないですし、はい、あの詳しく内容見てないんで分からないですけど、うん、正しくなかったら追徴課税取られるんですよ。ああそっか。でこれあの皆さんにお伝えしてるんですが正直同じようなパターン多くて、これやった時に誰が罪を問われるかというとお客さんだけなんですよ。そうですね、はい、不動産屋は全く罪問われないんですよ、はい、だから超適当な減価償却の表とか出しても彼らは何の罪も問われないんで、あの全然 OK なんですよ。脱税したのはあくまでお客さん自身で税務署に怒られてもうバカみたいな通帳課税、しかも通帳課税ってすごいですよ、経費にできないんですよ。あそうですね、ただ単に金取られるだけなんですよ、はい、罰金なんで、まあ、でも本当なんかすごいねお仕事頑張って素晴らしいチームに疲れてご年収も高いんでうまくご活用してみてください。悲惨な老後にならないようにちょっと頑張ろうと思います、はいはい、いやいや僕あの頑張った方は豊かに暮らす権利があると思うんですよ本当に。であの、まあ、当たり前ですよ、その努力した分が見返りがなきゃ人生じゃないんで、でもその権利をその自分たちの利益のために奪おうとしてる人たちが不動産業界の中には少なからずいて、しかもそいつらがべらぼうな利益を上げてて、もうそんだけみんな騙されとるということですね。であの下々のワンルーム屋は本当どうしようもないかところを付き合ってて、あのもうクレームとかもバンバン来てるんですけど、あの大手のところはもうかなりお金持ちの人たちにあのその人たちの範囲内でしか営業しないんでクレームになりにくいんで表に出ないんですよね。あ確かに、はい、そうなんですよ。でも本当月9万とかだともう本当年収400万ぐらいの人だったら首吊るレベルですけど、やっぱ5年収があるんで、まあ、一貫みたいなところも正直あるじゃないですか。そうですね、はい、でそういう人たちだけをターゲットにやっぱしてて、そういう人たちだけをちょっとキャッチアップできるノウハウがあるんで大手はあんまりネガティブな話題が出ないんですよね。なるほど、はい、クレームとかしないですもんね、うんうん、はい、そうなんですよ。いかがだったでしょうか。今日の動画面白かったらチャンネル登録、いいね、拡散よろしくお願いいたします。ワンルーム持たれている方は冷静に数字を見てそれが危険なギャンブルかどうか、名義があるギャンブルかどうかをご判断いただければと思います。これからも皆さんの利益のために頑張りたいと思います。本日改めてありがとうございます。ありがとうございました。